神様で覚えてらっしゃいますかね、渋谷のサブっていうクラブがあったね。あったサブっていう。さあ、ありましたね。そこにですね、一人女の子がなんかバイトしてたの知らないですか。で、僕そこの女の子に恋しちゃって、毛皮プレゼントしたりとかして。毛皮プレゼントしたの？毛皮コートプレゼントしたりとかして。毛皮プレゼントする前にこうやってもういろんな自分の匂いとか見てこすりつけて。これ流せますよ。言ってます。俺高校の時に、高校の時にね、あのバイトしてたんでね、ドイツビアレストランみたいなとこだったさ。そこでバイトしたらさ、隣に近鉄百貨店があって、そこの屋上でね、桜田淳子がなんかコンサートやってる屋上で。で、その昼休みの間の時間の時に、桜田淳子が飯食いに行って。おお桜田淳子がお前、おお飯食ってるぞとか言って。で、こういう食器上がってきて、みんなドバイやって。で、とって、うんま何をやってるんですかこれ流せるかド変態じゃないですかド変態じゃないですか。違う方向に行ってるからちょっと前田さんは何を手にされたんですか。じゃあいや俺はそれでスプーン取り出すスプーンカレー食ったスプーン取ったうわうお桜田淳子と関節キスやこれかなりやばい会議半分以上プーカも出てるんですね。今だからちょっと前田さんにぜひお聞きしたいお尋ねしたいことがあるんですけど、新年式で入ったらちゃんこ番ってあるじゃないですか、うん、はい、でちゃんこ作って前田さんがお昼合同練習とか終わられて食事来られるんですよ、うん、でおさまやして用意してポッと置いとくじゃないですか。で前田さんポッと食べられるんですけど、半分ぐらい食べたらですね、前田さんはふっとまたどっかなくなるんですよ。でこれ片付けていいもんなのかなと思ってそうだけです、はい、また30分ぐらいして帰ってきて何事もなかったにそれを食べられるんですよ、ね、だあの30分間どこ行かれてたのか、どこから終わらないそれは見えないわかんないで終わっちゃった。うんこでも知ったでしょ毎回ですか。あの頃1日3回4回うんこしたから、ね、食べる量もすごかったから毎日こんなもん1本仕上げるこんなでっかいすいません、大概おのおのレイさん今あの、お前さん手で表してますよ、ね、これはちょっとさすがにアウトかなと思う。うんこの思い出があってさ、はい、イギリス行く時にね、はい、ビジネスクラスの人もあってでフリーチケットで僕でパッとこう座ったらさ横にね日本で働いた金髪の外人モデルが座ったって、うん、ほんだらね片言の日本語喋る子で、はい、もうこんなんでこんなんでさめちゃくちゃ可愛くなったうわーと思ってもう拙い英語自粛にあるのかって英語と日本語チャンプでいろいろ喋りながらですごい盛り上がってあのその子もイギリス人だから、うん、でクラブイギリス行って会おうねとか言っての話盛り上がってさこうやってあって出られたりうんこしたって前田さんなんですか。そうそう、はい、ほんでねでこうトイ飛行機のトイレ行ってうっってやったらさこんなんですね一本仕上げの硬いさこんな長い一本作りのうんここんなで当時のねジャンボのトイレってね、これ下に蓋つってペタンパタンって言って蓋が開いてこう落ちるなんて言って、うん、こんなんだから流れないで、あこれは流れないな、しまったなと思ってで、そういう時はいつもさ、あのトイレットペーパーのこう芯を取ってさで、これ外して、こうやって切ってさいつも流すんだで、トイレットペーパーの芯取ろうと思ったら飛行機のね、トイレットペーパーに、ね、芯が入ってないな死んないやんけと思ってさ、どうしようかなと思ったらこうコン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 って言って出てくださいと思って、うん、いやー参ったなーって、まあ、もうこれも仕方してやるしゃーなーと思ってもういいやと思ってパッと出たらその女の子立ってんねうわーと思って俺も気持ちして名前を開けてよ、はい、私話してよとかどうしもんどして、うん、でパッと入った瞬間その子がオーノーって帰ってきたらさ一言も聞いてくる昔は六本木のなんかな外人の姉ちゃんがなんかあのポールダンスとかあったじゃないか。であそこで、あそこでお金あるとプライベートダンスってやってるんで、プライベートダンス。へえ。あの、何バットかな、2万だか3万だかしたらプライベートダンスやってくれて。うん、で、こうやって、こう、そばに座って、この前で目の前とかやってくれて。へえ。おっぱいこうやって、ブラジルのおっぱいこう、こう、ニューニューって、お待ちしたらさ、ノーって言われて。各地で犯罪につけようそれ捕まりますよ、ね、乳首でこうやって撫でられるのこれそれ吸っちゃうよね。えそうだよ、もうブラジャー脱いでこうやってやってくれてるんだよ。
で、この顔のあたりこっち首うろうろしてるから、まず、またお姉ちゃんが、ノーって。ノーって。ちゃうよ、女。あ、こんなとこで乳首がうろうろしてたら壊れなきゃと思いますよ。男としてね。はい。それはもう気持ちわかるな。はい。食べる量が違うもん、あの頃。あ、どこはですね。あの頃 もう焼肉行ってもなんかもう1品目12枚ずつだと、こうやって流してた。あ、もう生でこうやって食ったもんだと。本間屋さんにその連れて帰った時は、素人に舐められちゃいけない、飲まなきゃダメだって、ガーって大会もつる。だってボトルなんてあの頃さ、大体あのハーパーとかさ、テネシーとか、ああいうのがもう飲み放題なんで、ね、だからこうジョッキ、中ジョッキ出しまって氷いっぱい入れて満杯ついで、はい、つけ3杯ねとか言って、はい、乾杯とか言って、ロックですか。うん、で大体15秒から30秒ぐらいで最初の1本終わり。氷は入ってるよ。うん、だけどそれとちょっとこで、ね、カパーン、うん、氷入ってるの飲みやすいんだよ。そういうもんすすげえ。だそんなんだ、素人舐めちゃいけねえから、高田さんにもよく言われた、素人舐めなきゃいけない、飲まなきゃダメだ、飲めで、今お前様言われたみたいに、そういう風にしてゴーと。すごいっすね。本当そうなんだ。俺らが最後飲んだら、最初の一杯から最後の一杯全部一気だよ。こう普通にこうやって飲んだっていう記憶感も全部一気。いや、特に先輩にこう継がれたのもそれ開けなきゃだめ。八兵衛のね、奥さんが高血なんだよ。これ一回ね、博多のスターレンでね、八名がなんか忘れたけど、なんか試合してて、客席の方から前出しねーとか言ってるよ。そう、八名ボンボンでバンバンバンって蹴ったりとか言って、ボンボンに蹴ったら前出しねー前出しねーって言って、してるやつじゃん、誰があれやったら、あれ八名の当時彼女ですよ。そうなんだよ。えらい豪傑だなと思って。女の子に死ねって初めて言われた。いや、違います、訂正させていただきたい箇所が何かしか。確かに神さん言いました、神さんに対しては言ったし、あれはでも一回記念す言ったので、確かそれは僕ではなくて鈴木だったと思う。鈴木だったっけ。はい、でもうその時はもうその U ダブレイクで、で鈴木が神さんと仲良かったんで、見においでよって言って、行ったんです。で、見てたんです。で、あの当時ってお客様チーッとこう見てる、割と会場シーンとしてるんですよ。で、そこで前田さんが鈴木をもうワンウェイって一方的にボコボコやってたんで、で、それを見て神さんがイライラして、あしだーとか言うんですよ。で、ほんとすいません、事実ではあります。はい、でも一回だけです、死ねって言ったら聞こえたんですね。でも聞こえたんです、それがね、試合中にあんまり聞こえないんだけど、たまたまパンって聞こえたんだよ。で、ワッと見たら女の子だって、あれ女の子は死ねってすごいな、この子って。本当にすいません。まあそんな感じで、ライガチャンネル進んできましたけども、それではライガチャンネル目指せ100万人目指して頑張りたいと思います。今何人だと。あ、今20万ぐらいです。19万。順調だね。はい、19万人ですので、進めていきたいと思いますので、どうか皆さん登録よろしくお願いいたします。今日はどうも本当にありがとうございました。